マイベストコスメスキンケアバージョン。この前やったのはベスコスのプチプラバージョンでした。今回はベスコスのスキンケアバージョン。前半はクレンジングとか洗顔とかの落とす系、後半は化粧水やオイルとかの与える系でやっていきます。このチャンネルを初めてご覧になった方もいらっしゃるかと思うので簡単に説明します。私はアトピー患者です。なので今回のスキンケアはアトピー患者でも使えるラインはたくさんあります。もちろんそれ以外の普通肌の方も使えるラインもあります。アロマセラピストの免許を持っていますので、アロマの精油やハーブの特徴を解説しながらどうしてこれがいいのかっていうところを説明していきます。あと化粧品成分上級スペシャリストっていう資格も持ってます。この資格取る前からもともと化粧品の製造販売企画、あとは輸出入とか、日本国内はもちろん海外でもずっとやってきたので、化粧品の成分について科学的に解説しながら、いろんな肌のタイプの方に対してもこう使ったらいいよみたいなことを言えると思います。そして今私歯科矯正をしています。矯正器具がすごく引っかかって中血だらけなんですね。だから喋るのがすごく遅くなったり発音できないのもいっぱいあります。では本題に行きましょう。ではベスコスのスキンケアバージョン、落とす系のクレンジングからいきます。ウォータークレンジングのビオデルマ、最高です。ビオデルマって言えばピンクのキャップのイメージがありますよね。でもね、私はビオデルマのブルーのシリーズを使っています。こちらです。以前からあったこういう普通のキャップのタイプと、あとポンプ式っていうのかな、最近これね出たんですよ。でこれも両方買って今使い比べています。ビオデルマそのものがそもそも敏感肌向けのブランドです。その中でも H2O っていうクレンジングラインはいろんなメイクさんが現場で使っていて、私も初めて知った時はメイクさんにメイクされてる時にビオデルマに出会いました。ウォータークレンジングだけどとってもよく落ちます。そしてヒリヒリしないです。でその秘密はミセラーウォーター、強いクレンジング力を発揮しつつも肌にあんまり刺激にならない。ミセラーウォーターは電気を帯びたミセルという極めて小さな粒子でできています。ちっちゃくなることによって角層の隙間に入りやすくなって、中に入り込んだ色素とかファンデーションとか口紅とか、これを落としやすくしてくれるんですね。でビオデルマは医療用の精製水を使用しています。ピンク、グリーン、ブルーってあるんですね。でピンクは敏感肌の中でもまあ普通、オイルとウォーターのバランスが普通ぐらいの人で、グリーンは敏感肌でオイリーな人、またはコンビネーションスキンの方で、ブルーは敏感肌でかつ乾燥肌で、私はコンビネーションスキンなんです。だからグリーンを選ぶのかと思いきやブルーにしました。で以前この3つ3色使い分けしている動画があるので、気になる方はそちらもぜひご覧ください。下にリンク貼っておきますね。コンビネーションスキンの私がなぜブルーを選んだか、このクレンジングウォーター以外のもので皮脂を取ればちょうどいいバランスになるな。ブルーはイドラビオ、フランスのブランドですね。こちらはブルーのイドラビオのシリーズの方がいっぱい持ってますね。で私イドラビオ好きですっていうことで、以前またオタッキーな動画を上げてますので、もしイドラビオ興味ある方、乾燥で敏感肌でブルーのボトル特集してますので、そちらの動画もぜひチェックしてみてください。そしてまたまたクレンジング、カバーマークのオイルクレンジングとミルククレンジング、私はオイルを使っています。オイルクレンジングの方が後で突っ張るんじゃないかって思ってらっしゃる方いると思うんですけども、ちょっとねそこら辺も解説していきますね。ほとんどのメイクはこのビオデルマの H2O で落ちます。めちゃめちゃしっかりメイクした時はまずビオデルマである程度落として、頑固なピッ
ったり貼り付いたメイクに対してはカバーマークを使います。オイルとクリームの違いは、これもね、以前動画にあげました。肌の測定もして、どちらが乾燥したのか、みたいなのもね、あげてるので、このカバーマークのクレンジングに興味ある方はそちらもご覧ください。で、そもそもカバーマークのクレンジングを選んだ理由なんですが、カバーマークといえば、フローレスフィットという、ものすごいカバー力のファンデーションがあります。コンシーラーじゃあるまいかっていうカバー力なんですよ。もちろんしっかりつくので、そのファンデーションを落とすためには、やっぱりお揃いのカバーマークのクレンジングはしっかり落とすクレンジング力がないといけないと思うので、それでしっかりメイクを優しくオフするのはやっぱりカバーマークのクレンジングがいいなと、っていうのが私の現時点での答えです。オイルクレンジングは落としすぎて突っ張っちゃうよねみたいなイメージがありますよね。で、肌に優しいのは、まあ、クリーム状だったりこういうミルクのタイプのクレンジングの方がいいというイメージですよね。クレンジングという世界においてオイルは乾燥する、ミルクはしっとりするって勝手に思い込んじゃってるとします。化粧水しますね。で、ミルクなどやりますね。そしてクリームやオイルっていう風に使っていきますが、オイルって乾燥しますか？オイル塗ってうわーすっごい乾燥するってならないですよね。おかしくないですか？クレンジングの場合はすごく突っ張る。そして与える系の場合のオイルはしっとりする。同じオイルなんですよ。なぜこの違いが生じるかというと、突っ張るのはオイルのせいじゃなくて、界面活性の効果によるものです。オイルクレンジングはお湯でジャバーンってやっていくうちに乳化されます。乳化って界面活性によって乳化するわけです。それで洗い上がりに皮脂が取れすぎちゃったなって感じたりするんですよ。めちゃめちゃ強い界面活性から穏やかな界面活性、いろいろあるから、このオイルクレンジングはどんな界面活性剤を使ってるのかなっていうのが読み解ければ穏やかな洗浄力のオイルクレンジングを選べるんですよ。洗顔、クラランスのクリスマスコフレにこのミニサイズが入っていたんです ね。アドベントカレンダーですよ。アドベントの中でいいなと思うアイテムいくつかあって、7本目ぐらいかな、クラランスのワンステップエクスフォリエーティングっていうスクラブです。これね、今から申し上げます、使い方は、一歩使い方を間違えると肌が荒れてしまうけども、使い方によってはとても肌にとっていいんですよね。これは洗浄成分が強いです。そしてラウレス硫酸 NA、 めちゃめちゃ強い洗浄成分ですね。セルロース、そう、このセルロースっていうのがスクラブなんですよ。ニュースをよくご覧になってる方、ご存知の方多いかもしれないけど、世界中の化粧品メーカーさんでスクラブがね、マイクロビーズの問題があって、海に流れていくわけですね。で、お魚さんたちとか、まあ、魚介類がそれを食べて、で、結局は人間が魚介類を食べるときにマイクロビーズ食べちゃって体の中に入っちゃうとか、お水、ミネラルウォーターの中にもマイクロビーズが混流しているのを発見したみたいなね、ニュースがここ数年ぐらい前から結構出てきてて、特にね、アメリカとかはそういうの早く動きがあって、マイクロビーズをメーカーさんに使わせないようにっていろいろ活動が始まったりとかもあるんだけども、スクラブだからこのスクラブは環境に良くないのかっていうことでクラランスさんに問い合わせました。スクラブの素材は何ですか？で、一応私がこう裏書きを見ているとセルロースって書いてあるから、セルロースだとの天然にこう分解されて自然に戻るんですね。セルロースだったらいいのになと思って一応聞いて、で、確認を取ってもらったところ、スクラブはセルロース、それで原品を買うようにしました。で、これの使い方、ここがポイントなんですけども、クラランスさんが推奨している使い方と私が実際に使っている方法は違います。私は小田切ヒロさんの使い方を踏襲しております。肌の上または顔の上で泡立てる、肌の上で直接泡立てる、そうすると汚れがバッチリ取れますっていう。これはね、理論上合ってますが、皮脂はバッチリ取れるけど、めちゃめちゃ乾燥肌の人は
突っ張る危険性もあります。アトピーの方もね、敏感肌の方もご覧になっているので注意点なんですが、私は確かにアトピーではあるんですが、顔の中でアトピーが発症するのはこの鼻のこことか赤い部分、あとおでこの生え際とか、油とか汗とかがすごく出るところに限ってアトピーが発症するんですよ。新陳代謝は早い方なんです、子供の頃から。それもあってスクラブでちゃんと落とした方が柔らかい新しい肌が下から出てくるので、スクラブを使ってます。次もスクラブです。これはスキンフード、ブラックシュガーマスクウォッシュオフっていうパワースクラブ。このスクラブはさっきのね、洗顔のタイプのスクラブとは違って、お砂糖です。ブラックシュガー、黒糖な感じです。ザックザクで、これお砂糖だから、まあ、香りもねちょっと甘めな、美味しそうな香りもするんですけど、これ使った後すごいしっとりします。だけど角質はちゃんと落としてくれるんで、皮が中途半端にめくれてるところってたまに出てくると思うんですね。でその皮を爪でね挟んでピッとこうやっちゃうと、お肉の方までいっちゃって血が出たりとかするので、ささくれにも似てるかもしれないけど、引っ張っちゃダメで、優しくその飛び出してる皮の部分だけを落としていく時とかはこれすごくいいんですよ。塩のスクラブで人気があるのはサボン。サボンの塩スクラブを初めて使ったのがアトピー発症する前だったんだけども、日本になくてニューヨークにはお店があって、すごい雨が降って雨宿りで入ったお店がサボンだったんだけども、買ったのがピンク色の塩のでね、使ったんだけど痛くて痛くて、あー塩ダメだなと思ったんですよね。サボン可愛いけどシュガーは本当にしっとりします。塩か砂糖って言ったら砂糖の方が全然柔らかいです。次、泡立たない洗顔料。正確に言うとちょっとは泡立つんだけども、ほぼほぼ泡ブクブクにならないです。エンビロンです。エンビロンっていうとビタミン A のライン、あれがねすごく有名 でエンビロンのイベントがモンテサンドであったので、帰り道によってでビタミン A の研究をしたかったんだけども、ついでについてきた泡立たない洗顔料のパウチが入ってたんですよ。中くらいのサイズを買いました。これは洗面所のとこに置いてます。そして大きめのサイズも買いました。でこれはシャワールームに置いてます。まず成分構成がシンプルです。当然洗浄成分、界面活性剤は入ってはいるものの、めちゃめちゃ優しい界面活性ばかりです。トップの水の次にラウラミドプロピルベタイン、これラウとかラで始まると洗浄力強いんじゃないのっていうイメージもあるんですが、必ずしもラで始まるからといって強くないものもありますよって昔ちょっとお話ししました。でこれは優しい洗浄成分、ベタインって最後についているので、ベタインってついた場合はまあまあ優しい方かなっていう風な受け取り方で大丈夫かなと思います。ココイルグリシン系、これはアミノ酸系の洗浄力があるので優しい洗浄成分。コカミド DEA、 これも優しめの洗浄成分。まず顔を濡らすんだけど、濡らし方は私は細かい霧のでシューッとワンプッシュでもツープッシュでも油を落としたい部分に広げながら、水に混ざると少しクリームっぽくなっていくんですね。でこの状態でクラリソニック、これが回転するのではなくて振動を与えて毛穴の中の汚れを浮き上がらせるっていう、これをね湿らせて先ほどのエンビロのところに当てると、あと部分的に洗える、毛穴とかオイリーなところとか気になるところだけ洗って、あとは洗浄成分あんまつきたくないところは触れずにそのままお湯で洗い流すと、オイリー部分はさっぱり、乾燥する部分はお湯でさっと流すだけなのでちょうどいいバランスになります。そう、洗浄成分の置く時間っていうのも重要で、同じ洗浄成分でも1分間置くのと10秒置くのでは皮脂の取れ具合全然違いますから、
もしちょっとこの洗浄成分強いかなと思ったらば、肌にのせている時間を短くしてください。これでコントロールできます。逆に洗浄成分めっちゃ弱くって穏やかな感じの、そういうのを使っても長い間何時間も肌の上に置いてたらば、もちろん痒くなったり赤くなったりとかしてきますよね。だから時間のね、長さもすごく重要です。あとは肌の上に置いておく時間を調整したり、置く部分を調整したり、その日の気温や自分の体調に合わせて使う日、使わない日っていうのを調整する。次、パックだけど、これは与える系ではなく落とす系です。アルジタルグリーンクレーペースト、巨大サイズもあるし、お手頃サイズもあるし、買ったきっかけはだいぶ昔、まだこれが日本に上陸した頃、まあこれイタリアのものなんですね、もともと。この中に入っているルリジサ種子、これね、私ルリジサ種子すごいいいなと思って、でも文献がちゃんとしたのがなかなか出てこなくって、それで動画にまとめたりとか今までできてなかったんだけど、アトピーにいいらしいっていう情報があるんだけど、いいらしいとかそういうね、漠然としたの私嫌いで、いいんだったらどういいのかが解明されてないのに下手に紹介したくないなと思ったので、なかなか紹介してない間にどん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 広まってって、いまだにルリジサ種子がアトピーにどういいのか、確かなルートでの文献が、研究結果がなかなか出てこなくて、怪しいところのね文献らしきものみたいなのはあるんですよ。でもそういうの私鵜呑みにしないので、きちんとした情報かどうかの裏取りをしたいんだけど、まだね確実に取れてないので、それを踏まえた上で、なんだかよくわかんないけども、ルリジサ種子がアトピーにいいらしいという情報を聞きつけ、まあ自分の肌で試してみようと、ルリジサ種子配合のコスメをいろいろ試したうちの一つがこれで、これ大ヒット、私の中では、まあ、だからベスコスに入れてるんだけども、おお、これ全然染みないと。大体パックでクレイだから皮脂を取ってくれるんだけど、皮脂をキューッと取るようなクレイパックはヒリヒリするんですよ、大抵。でもヒリヒリしなかったから、これはルリジサ種子によるものなのか、もしくはグリーンクレーそのものがそういう風に刺激が少ないのか、どのおかげかはまだ分かんないです。分かんないものは分かんないって言いますけど、まあ、これは染みなかった。私はで皮脂もバッチリ取ってくれる、洗い流した後に突っ張らないんですよね、ちょうどいい感じにしてくれます。でミニサイズもあるから、気になる方はまずちっちゃいサイズから使ってみて、よければお得なね大きいサイズもあるので、こんなカメさんみたいな、おー、3分から5分肌に置いておいて、で週に 2,3 回のスペシャルケアとしての使い方推奨で、体にも使えます。もちろん皮脂が取れるし、私毛穴の角栓が悩みなんですけど、角栓は油だけじゃなくて、まあ、角質も混ざってるんで、そのうちの油だけでも先にこれで取っておいて、で残る角質、タンパク質部分をタンパク質分解酵素で洗う。マイベストコスメスキンケア部門後半戦は与える系、まずは化粧水からこうつけていく順番でご紹介します。では化粧水はアクセーヌはこちらのブルーボトルが人気があると言いますか、宣伝もガンガンしてるし、でもアトピー肌さんはこちらのグレーのキャップの方が人気がありますね。でこの違いを簡単に説明します。でブルーのボトルはアクセーヌ自体が敏感肌用ブランドだから当然敏感肌さん使えるんだけど、私はこのブルーのボトルだと2回に1回のペースで染みるんですね、顔の場合は。でも体は大丈夫なので大容量だし、ボディに使ってます。お風呂上がりとかに使うことが多いですね。そして敏感肌を超えてアトピー肌の人はこちらのグレーの
ボトルがいいかなと思います。同じくアクセヌなんですけども、これがね AD って書いてあるのと1って書いてあるのがありますが、これ微妙にまた違っていて、これはどちらも私は顔に染みないんですけれども、アトピーの方と話しする機会があって、で私もアトピーなんだけどアクセヌのこれ使っていると、でその方もアクセヌ使ってるけど AD のローションじゃないとダメなんですっていうふうにお話ししてました。つまりこれ以外のはもうダメらしいんですね。染みちゃって染みちゃって、名前はアクセーヌ AD コントロールローションです。アクセーヌのスキンローション1、これ1と2とあって、まあ、しっとりするかさっぱりするかぐらいの使用感の違いなので好きな方を選ぶといいかなと思うんですけども、これはもうアトピーでかつ結構重症、こっちの方は重症レベルが高いかな。あとはねアトピーのレベルにもよるので、グレーキャップは相当お肌が重症な方の救世主になりますね。アクセーヌのこの AD のシリーズはめちゃめちゃ成分がシンプルです。水、グリセリン、BG、クエン酸、クエン酸 NA、フェノキシエタノール、一応こう腐らないようにフェノキシエタノールは入ってるけども、これはね化粧品業界ではアルコールフリーと言って、いわゆるアルコールのあのピリピリ感を感じにくい、ほぼほぼ感じない分類になります。なのでパラペンフリー、アルコール（エタノールフリー）、界面活性剤フリー、着色料も香料もフリーで低刺激性です、ということで AD 書いてますね。これ見るとめちゃめちゃシンプルで、水、グリセリン、BG、 水とあとその水をキープする成分でほぼほぼ成り立っています。ブルーの方はもちろん刺激になるようなものは入ってないんですよ、基本的なものは。なんだけどこう入る速度が速いっていうのかな、肌に刺激あるっていうのは主に2パターン考えられて、1パターン目が化学的に何かピリリと感じる成分が入っている場合で、これは皆さんも想像できると思うんですが、仮にピリピリ成分が入ってなかったとしても、今度ね2パターン目なんですけども、入る速度が速い、角層の隙間にこうじわじわじわって水がゆっくり浸透する場合、そんなに刺激に感じない。それが刺激物だったらばピリピリするけど、お水のみとか、お水とプラスグリセリンとかあんまりこう染みないものなのに、それでも染みるっていう場合は入る速度がギューン、すごい速いんです。速い理由は、例えば粒子が細かいとか、あのストレッチと同じで急に開脚したりこうグッと伸ばすとイテテテってなりますよね。ストレッチをするときは筋肉を緩めてだんだんこう曲がっていくようにするのに、全然事前のトレーニングやストレッチもなく急にガーって大きく曲げると痛めたりしますよね。それと同じでお肌も急に奥までバーって入るのと、同じ奥に入るその距離だったとしてもゆっくり入るのと勢いよく入るのでは、肌のびっくり具合と痛み具合が違うんです。なのでブルーボトルの方はグレーに比較してサッと入ってしまう。もちろん敏感肌さんぐらいだったらば大丈夫なような設計だと思うんですよね。しっかり中まで入ってくれた方が潤った肌になるし、ガサガサになりにくいし、いいっちゃいいんだけど、それすらも痛いっていうアトピーさんの場合はやっぱりグレーのキャップぐらいのレベルにしておいた方がいいのかなと、まあ、ブルーとグレーの違いは、まあ、入るスピードかなと私は両方体感してそういう風に感じております。ただねブルーはねボディには大丈夫かな、比較的。次も化粧水なんですが、使う順番としてまず一発目はこのアクセーヌの、顔にはグレーボトル、体はブルーのボトル、それが浸透し終われば次はちょっぴり機能性のあるお水、これ化粧水でアルージェのシリーズです。アルージェも敏感肌用のブランドです。アルージェでセラミドを補給します。セラミドの化粧品はすごいいっぱいあって、ボディに使っているのは前回のプチプラベスコスで紹介したケアセラのAP でフェイス&ボディのミルク乳液ですね。フェイス&ボディってあるけど、フェイスだと
ちょっと染みる時があって、だからこれはボディに私は使っています。これ1本で1000円ぐらいでめっちゃ安いですね。で、顔にはこっち、これもねセラミド入ってるんだけど、セラミドがケアセラほど種類多くっていうので勝負してるわけじゃなくて、すごく細かくナノセラミドにしてるんですよ。で、特にねこっちです、こっちが化粧水で、こっちはねちょっと美白効果が入ってくるんですね。アルージェモイスチャーミストローションの1で、アルージェのナノセラミドはナノだから結構奥まで入ってくれるんだけども、こっちが先に入ってるから染みにくいんですよ。で、これ先にこっちを使っちゃうと染みる時がたまにあります。染みるのは染みるなんか悪い成分が入ってるわけじゃなくて、ナノだからものすごい勢いでスッって入っていっちゃうんですね。成分が悪くなくても入るスピードが速いと急に柔軟体操をねストレッチガクって始めて痛いのと同じ、少しずつ伸ばしていかなきゃいけないのに、ストレッチと同じでこちらも少しずつ入らなきゃいけないものが突然急にバッてナノ化されているのが入っちゃうから、一発目ではなく一回ベールかけて次に使う化粧水、セラミドを補給するっていう目的がメインですね。ホワイト、アルージェホワイト、これもスプレー式です。アルージェホワイトニングミストセラム、美白系って結構シミるアイテムが多いんだけども、アルージェという敏感肌用ブランドの中の美白ラインだから、セラミドは絶対に補給してほしい。どんな肌質の人でも、敏感な肌の人もアトピー肌の人も普通肌の人もセラミドはどん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 なくなりやすい傾向にあるので、セラミド補給して損はないですから、水分をね失われてシワとかシミになりやすい状況になる前にこまめにシュッシュッシュッってセラミド補給しておいた方がいいかなと思います。オイルです。乳液飛ばしてオイルって思った方、まず人間の肌って肌測定器にもあるように水分量、油分量で測るけど、ミルク量っていうふうには測らないと思うんですね。で、なぜかっていうと、ミルクって水と油をミックスしたもので、できるだけミルクは本当は飛ばしたいなと思ってる一番の理由は、ミルクって水と油がミックスしてる。ミックスしてるのは大抵界面活性使ってるから水と油が混ざるわけですね。ミルクはつまり界面活性的効果がわずかでもそこにあると見ているわけなんです。で、お肌は水分量、油分量それぞれがベストなバランスであることが理想と思っているので、まあ、アルージェなりアクセイルなりで水分を補給して、たっぷり補給した後はもう界面活性とか入ってないオイルでいいかなというのが私の考えです。じゃあ乳液使ってないのっていうと、乳液をしっとりさせることを目的として使ってるわけではなく、その乳液の中にどうしても欲しい成分が混ざっている時に仕方なく乳液または美容液を使うこともあります。ニールズヤードは最近クリスマスコフレで買いましたけども、やっぱりいいですね。これはフランキンセンスのシリーズで、フェイシャルオイル、オイルはもちろんこれ以外にもロックスターのオイルとかいろいろ良いと言われているオイル使ってきた中で、これが私がいいと思ったポイント、まず一つは、さまざまな良いと言われるオイルの中にリモネンとかこう柑橘系の成分の一部であり、かつ光に当たるとあまりよろしくない反応、場合によっては炎症が起きたりシミになったりとか、高毒性、これがね認められるであろう素材が入っていて、でこれがね高毒性フリーに加工してある場合だったら大丈夫なんですよね。でこのニールズヤードに確認をしたところ、お店で、そしたら確かに高毒性は排除してます。つまり高毒性の心配がいらない素材でできている、この確認が取れたのが結構大きいですね。
似たようないいもの他にもあるけども、やっぱり購読性の反応があるかどうかっていう点で気になったのは今までもいっぱいありました。でこれは安心して購読性を排除されている、購読性をフリーにしてくれているっていう点でさすがだなと思いました。で、2個目は、いろいろなオイルがあるけども、この構成されているオイルが、メインがもちろんフランキンセンスなんですけども、それ以外もね、なかなかやるじゃん。だからこの金額になるよねっていう納得の構成なんですよ。で、オイルって一言で言っても、ベースになるオイル、例えば、ホホバオイルとか、まあ、アルガンオイルとか、そういうベースのオイルがあって、でそこに精油。精油も精油だからオイルなんだけども、ベースでたっぷり使うんですね、ベースだから。でも精油ってポタン、ポタン、ポタンって、ほんと数滴そこに垂らすみたいな使い方だから、ちょっとね、こっちのベースのオイルとトッピングのオイルでは分けて考えてほしいんですね。で、このイールズヤードはベースのオイルに金額お高めなオイルをたっぷり使った上に精油もこだわりのものを入れているから、どこも手抜きがないんです。ちょっと成分ここら辺に乗っけます。グリーンにしてるのはオーガニックの成分です。これだけほぼほぼ半分以上がオーガニックで、かつバオバブとかアンズとかマカダミアとか月見とか、かなりもうこんだけで結構な金額パーンと跳ね上がるんじゃないかなと思ったところに、さらに乳香樹、これはあのフランキンセンスの別名ですね、モツヤク樹、これがミルラっていうんだけど、フランキンセンスとミルラは両方ともアロマの世界の精油にあたるんですけども、どちらもアンチエイジング、エイジングケア、そっちの類で多用される精油ですね。つまり抗老化、老化防止で、フランキンセンスもミルラもそうなんだけど、こう腐るのを防止するっていうのかな、まあ、だからアンチエイジング、エイジングケア的な。ミルラってあのミイラを作る時に使う精油アロマなんですけども、こう人間の体をできるだけ温存させるっていう。だからミルラもフランキンセンスも自分をね、腐らせない。つまり酸化させないで、できるだけこう、老け込まない、このスピードを遅くするっていう目的で、フランキンセンスを多用しております。そして、オイル系、髪にもいいし、私アルガンオイル大好きなんですけども、そんな中でも選びに選んでこれです。オイルで汚れていますけど、基礎のオーガニックアルガンオイル。で、これに行き着くまで、まあ、基礎に行き着くまで私アルガンオイルは 100% アルガンオイル混じりっけなしのを選んで買いまくったんですね。ただ、アルガンって癖がある香りで、ちょっとね、なんだろう、生のアーモンドの香りみたいな。精製されてない方が栄養価が高いので、生成されてない 100% アルガンも買ったんだけど、ちょっと臭すぎて自分が我慢しても周りの人に申し訳ないなと思ったので、生成されててもなおかつ栄養がふるいにかけられていない、栄養も残って生成されてるっていう、生成しちゃうとね栄養まで持っていかれちゃうから。でもこれは生成しても栄養が残ってるっていうのを書いてあったから、あ、これいいなって、そこが魅力で買ったんです。で、やっぱり精製されている分、匂いがアルガン臭さが、あれ、どこへ、今までのは何だったのっていう、よくよく嗅げばもしかしてアルガンと一緒にどっか保管しておきましたかぐらいの、これ自体がアルガンっていうのはあんまり気づかないぐらいの、そのぐらいまで匂いを飛ばしてくれてますね。なのでこれにしまして、これをちょっとリピしてます。で、これはベースですねのアルガンにベースも最高にしておきながら、ポトンと垂らす精油もとてもいいものにしようということでできたのが
はい、この組み合わせです。生活の木のフランキンセンスをポタポタポタ数滴この子に垂らしてカッシャンカッシャン混ぜると、はい、ベースも最高級、そして追加しているアロマも最高級っていう感じのものを作る。これね、いくらだったっけな、1000、1200、3000、安かったのは覚えてるけど2000円前後、ちょっと書いておきますけど、そこに数滴だから数百円とかで結構安くかなり良いオイルが出来上がりまして、でそれをねボディとか髪にも使ったりしています。でさらに与える系っていろんなのがあって、私がいろいろ試しているのはもうすでにご存知の方も多いと思うので予告がてら言いますと、シワ対策コスメ。最近私ナイアシンアミドすごい騒いでると思うんですけども、体の部分ごとにここは A コスメ、B コスメみたいに使い分けて、何ヶ月後にシワがこうなるみたいなのもものすごい時間かかるし、シワコスメめちゃめちゃ高いんですよ。何万とか普通に売ってますよね。予算もかなりかけて、でただでさえこの YouTube のチャンネルは大赤字なところ、さらに大赤字を重ね気の遠くなる作業なんですけどね。なんで今回そのナイアシンアミドとかのシワとか美白系のコスメはベスコスにはまだ入れてないです。実験結果どうなったかを見て決まると思います。私の意思じゃないですからね、実験結果は、と、あと美白系コスメいろいろある中 でその中でビタミン C って本当に優秀なんだけど、どういう形にすると効果が上がるかとか各メーカーさんもちろん頑張って研究しているんだけども、アトピー持ち的にはどんなに素晴らしいビタミン C でも染みたら使えませんと。染みないビタミン C を探していくつか見つかったんだけど、まだまだねちょっとビタミン C で染みないのを探していこうと思って、またアンケートもお願いすると思うので、その際はご協力お願いいたします。そしてベスコスのメイクアイテム編、ヘアケア編とか、そこら辺はまとめてまた近いうちにベスコス発表します。こんな感じでございますね。